はい、どうも皆さん、トライアングルです。ついに布を持った状態で全クリ、できるのかっていうか、何か起こるのかやっていきたいと思います。はい、現在、まだ布があります。はい、たけしのなぜか持ち物なんですけど、なぜですかね。で、この先に行くと、拓郎が、神鬼に、まあ千手観音鬼にやられて、そっから最終決戦なんですよ。果たして何が起こるのか、行きましょう。資料室、これは、まあ、特にいいかな。このままいけるよね、確か。調べないといけないの？いいじゃないですか。これが黒幕っていうのは分かりました。まあ、黒幕っていうか、まあ、黒幕なのかな。はい、まあ、この子が、まあ、その、千手観音鬼だったと。いきましょう。さあ、そしてここで、まあ、神鬼が出てくるわけですよ。千手観音鬼がね。初登場っていう感じですかね。さあ、果たして、どうなるか。すっごい気になる。布を持った状態でなんかどっか使えないのかな。逃げましょう。さらばだ拓郎。メニュー開ける。あ、開ける。開けるんだ。使用する。ここでは使う。あれ？あれ？あれ？ちょっと待って待って。あれ？これってさ、そのまま行くやつじゃなかったっけ？あれなんだよ、ここ？あれ？バグったこれ。バグってるよね。メニューボタン押したらバグるんだ。あれ？普通ってさ、タクローって言って、ごめんなさいって言って逃げて、そのままなんか、ジーンのステージになる、ジーンのあの、映像になるんじゃなかったかな？あれ？やったぜ。バグらせることに成功しました。まあって言ってもね、結局行くんですけど、へー、この状態でメニューを押すとそうなるんだ。いけない。いけない！じゃあ行きましょう。ちょっと今ね、お客さんからちょっと連絡が来て、一瞬ちょっとカットしちゃいました。これはタイトルには戻れるもんね。タイトルには戻れると思うので、ちょっと戻ります。もう一回やり直します。よし、じゃあ行きましょう。改めまして。本来これでメニューボタン押さなかったら、もうそのままあれですもんね。ヒロシ君が自動的に左側に行く仕様ですもんね。うわぁ、バグ発見してしまった。よし、それじゃあ行くぞ。じゃあな、タクロ。あばよ。無敵は無我夢中で走った。化け物の追いかけてくる音は聞こえ続け、拓郎の方を振り返ることができなかった。そんなヒロシに天罰が下るのである。後半へ続く。よし。拓郎、さらばだ。よし。これさ、この状態で入ったらどうなるの？え、入れる？ちょっとこれで釣り抜きやってみますね。とりあえず早く神鬼のとこ行ってください。気になるんですよね。あー、ダメか。うわー、なんだこれ。入れないかな、これ。なんとか、なんか。どっかさ、ヒカキンさん編とかでもあったんですよね。その、入れなくなるみたいな。入れなくなるというか。そのいきなりクリアできるっていうのがあったんですけど、ちょっと残念ながら無理そうですね。そっか、じゃあ行きましょうか。この状態でいける？え、ちょっとバグったんだけど、どうしよう、これバグってる。よいしょ、OK。これで？あれ？ここも？どこだ？ああ、できた。OK。母親がいなくなっとる。無敵は鍵を使って扉を開けた。さあ、果たして、どうなるのか？開いた。ミカの言っていた船がこの先にあるはず。行きましょう。なんかバグってない？なんかちょいちょいなんか飛んでるんだけど。そして変わらずに布があると。行きましょう。行きます。さあ、お邪魔します。あの少女はいない。行きましょう。これ毎回これホームに落ちるんだけど大丈夫かな？初見だとね、毎回これホーム落ちるんですよ。もしかしたら落ちるかもしれないのでよろしくお願いします。その時はね。はい。それでは行きましょう。私たちを見つけてくれてありがとうね。いえいえ、どういたしまして。さあ行くぞ。ここでホーム落ちるんだよ、いつも。おお、落ちなかった。よし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 、オッケー。で、アイテム使えるわけ、ヒントも使えない、アイテムが使えるわけではないもんね。おー、無敵だと止めることができるんですね。面白い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 。何これ、何これ、何これ、すごい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 。何だこれ、何だこれ、何だこれ、気持ち悪い。わわわわわわ、ちょっと待って、終わった。これメニュー、押せないか、押せないか、なんか起きない？これさ、もしかしてクリアポイントがすごい変わるとか、ありそうじゃない？どうだ？クリアポイントあるんですよ。その、なんだろう、青鬼3って。もしかして布持ってると、なんかバグったり。あの後、偶然通りかかった大きな船に救出された。いつの間にか深い眠りにつき、目が覚めると家に移す。オッケー。たくさんの地図を調べたが、あの島はどこにも載っていない。めでたし、めでたし。拓郎たちはまだ行方不明のままだ。
なんか一瞬ゲームクリア。さあポイントは？スコア66535。いやどうなんだこれ、表彩、これわかんないのか、アイテムとかのさ、なんか持ってるものによってとかではないのか、死んだ回数、プレイ時間、歩数とかによって決まるのかな。ってことはアイテムとかは特に関係ないのか。これさ、この状態でセーブしたらどうなる？ちょっとやってみよう。セーブします。そしたら神鬼のところからかなってことかな。はい。じゃあタイトル画面戻ります。じゃあ特に布持ってるからって言って、あー星ついてる。あ、2周目もしかして。待って、2周目いきなり布があったりしないかね。これ布持ってたりしないかな。ドライバーはねなくなるかもしれないんですけど、布というものはもしかしたらずっとあり続けるかもしれない。それだったら完璧じゃないか。てか2周目ってどうなるの、なんか変わってんのかな。ちょっとやってみようか。2周目やってみるというか、ちょっとアイテム見てみます。何か変わってるところは特に、まあでもちょっとやってみようか。何回かクリアするっていうのもやってみたいので、ちょっと待ってね。アイテムちょっと確認します。さあ果たして布はあるが、はい、ないか。イエース。はい、ということでね、今回は、布を持ったまま全クリするとっていう動画出してみたんですが、まあ、結果的には、まあ、残念ながら、ポイントっていうかクリア後のねポイントはあまり変わらなかったので、まあちょっと2周目ってか、何周したらこれ星なくなるんだろう。全クリ何回か企画やってみる。ちょっとそれも、近々やりたいと思います、ね、今週中にはできたらいいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということでちょっとね、もう一個布でやりたいことがあるので、まあそちらも、後々というかね、明日投稿できたらしたいと思います。だからまた布のね画像がなってしまうんですが、ちょっと申し訳ないです。じゃあ、このままで終われないので、じゃあ青鬼オンライン行きましょう。なんかすごい外が騒がしいんですけどなんかなんだろう、ボットベアス、ボットベアは行きましたね。はい、まあモアイをねもしゲットするとかだったら、まあそういうねボットベアとかもいいっていうかね、あれかもしれないですけど、僕はちょっとやりたくないのでね、行きましょう。さてと、プレイヤー的にはマスターの人はいない感じですかね。ということはなんとか私が勝たねばならぬということでござるな。わかりました、行きましょう。お、トラさんいますね。お、いいですね、よろしくお願いします。まあなんとかね、その今回は始まって即がっつりその新ステージとかね、見たかったので、50何試合とかしたおかげで、まあすぐやられてを繰り返したんですけど、それでもね結構このコツコツ青逃げしたりとか、そのすぐやられても20ないとか、まあ青鬼探してる間にねそんだけになっちゃったりしてたので、だから結構試合数は、よし、それでは行きましょう、よろしくお願いします。まあ最近ね、おなんかすごいヒカキンさんの名前が多い気がする。なんかヒカキンさん多くない？ヒカキン、それはダメだって。まあでもヒカキンさんの動画で紹介してたからその名前が増えたんですよね。確かね。うん。すごいな、なんかヒカキンさんって名前がすごい多い。大丈夫かな？トライアングル死ねとかないかな？それ怖いな。そんなんでできたらもう消しちゃう！行きましょう。よろしくお願いします。ちょっと待って、大丈夫？また。回線が悪いな。いけるかな？お願いします。さあ行くぞ。さて。果たしてどこに青鬼さんはいるんですかね。とりあえずここの宝箱、取られてる。意外とねここ取られるんですよ。意外となのか分かんないんですけど、ここ正直なんか行って危ないことしかないと思うんですけどね。毒切りだって、今回最終地点右上か。じゃあここの宝箱だけ取っていきましょうか。行きます、ロロスケイト。できればガスマスクが良かったですけど、まあそこはあまり文句は言いません。じゃあこっちですね、多分最終地点はこちらだと思います。ここですね、多分ね、多分対角線上がだいたい毒切りの位置だとは、今まで全部そうなので、おそらく、お前に1枚 OK。 さあごめんね、全部僕アイテム取っちゃうからね。早いで有名なのでね。早い。待って、ダブルヒカキンさんに追いかけられてるんだけど、追いかけられてるというか一緒の行動してるんだけど、ん？大丈夫？なんか今、チャンって落としたけど。すごいな、なんか、フレンド部屋かな？全員ヒカキンさん関連のなんか、
名前にしようぜみたいな感じで、フレンド部屋って10人入れるんでね、もしかしたらそうかもしれない。ガスバスティング、オッケーだ。さあもう宝箱はもういいでござる。誰かコングスキンでも取ろうもんなら私がストーキングしてあげよう。よし、青銭の数がすごい不吉なんですけど大丈夫ですかね。どうもどうも、トライアングルです。とりあえず、あと大丈夫、ここ怖いんですよね。この一番怖いのって、そのマップにこうここで消えるじゃないですか、マップでこの先見えないじゃないですか。こうなった時に実は青鬼が逆走しててやられるってパターンが一番厄介なので、さて、でここのステージの青鬼は果たして蜘蛛鬼なのか。なんかね、新ステージの青鬼が判明しました。騎馬鬼ですね。だから騎馬鬼のところも別の青になってるはずですね。宝箱開く中、ガスマスティン、オッケー。さあ最終地点はここだと知ってるんやで。でもそろそろ多分毒切りが来るから端っこには寄らないように。あー来たね、やっぱり。ここが一番安全かな。おお、なんかすごい光ってる。もしかしたらコングスキンかもしれないからね、探しに行こうではねえか。のー、ちょっと待って、よし。さあコングスキンよ、違う。あ、でもローラースケート、君クモ鬼だったんだね。ここの変わらないんだね。なるほど。さてどうする、これはあえてここにいよう。ちょっと怖いんで、クモ鬼直進来るかな、大丈夫か。よし、今のうちこっち行こう。よしよしよし、いいぞ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 、オッケーだ。ここでローラースケートが出てきたら僕は神だと思ってたんだけど、青銭1枚っていうところがトライアングルさんっぽい。よし、さあ来るか。やばい、待って、こっち行く、ついてくんな。オッケー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 、危ない危ない危ない。さあ残り3人、まずいです。お、やったぜ。なぜか青逃げしてしまっていた。ありがとうございます。青逃げ生存成功、最後の一人だ。やっぱりその最終地点確認しとくのってすごい大きいですね。ということで、やったぜ。